はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら。ガチャポン仮面ライダーセイバーワンダーライドギアコレクション01です。はい、いつもの1回200円のガチャポンなりきるアイテムセイバーも発売されましたね。今回は全7種類ってことでもうコンプセット買っちゃったんですが、送料込み1500円だったので、ほぼ低価っていう。1番が聖剣ソードライバーセイバーバージョンでミニワンダーライドブックまで付属してるんだ。で2番がブレイズバージョン。うん バックルとソードが両方ともついてるわけね。で、3番が火炎剣烈火4番が水星剣流れで、140ミ、mm、リのビッグサイズ。14センチはでかいね。ソフビでちょうどいいぐらいかな。もしかしたら RKF で消えるかなと思ってるけど、そんなことはなさそう。で、5番がブレイブドラゴンワンダーライドブック。 力中の展開ギミックを再現でスイング仕様になってると。これが6番、ライオン戦記7番、うん、ピーターファンタジスタと。とりあえず12号ライダーの関連アイテムが勢ぞろいって感じなので開けていきましょう。ていうかスイングとかのワンダーライドブックも、あ、良さそう。結構サイズあるね。一旦全部出して、シール等々貼ろうかな。 まずは一番の、あ、これ違う。あ、これか。こんなにシールまであって、めちゃ豪華仕様。まあでも、いつものことか。毎回すごいっすよね。で、これがまず塗装済みのバックル側で、さらに、あ、でもページがあるってことは、もう単体でちゃんと開くんだね。まずは、聖剣ソードを組み立て、 で、シールを、これは光沢とかがない、シンプルな艶消しのシールだ。これをエンブレム側にも貼り、まあ、でもグリップ部分塗装されてるもんね、色分け。で、まずは標準状態が完成と。あ、ここもね、あ、カチッとちゃんとロックする系、すげえこの状態で結構さ、本編で出てくるから、これ再現できるのいいっすよね。で、ミニミニサイズの、 ワンダーライドブックが付いてるわけだけれども、これもちゃんとカチッとロックするんだ。抜刀はさすがにいけないか。ああ、さすがにいけないか。ここは手動展開だね。ただ1ページ目めくれるので、要はシールを3枚貼る感じだ。触眼ガシャポン系と同じじゃん。引っ張ればロックが外れると。カチッとね、かなりしっかりロックされる感じで、 ミニミニサイズで、これは異常なクオリティ。3枚貼ってあげれば完成と。すごいね。赤い成結色の単色とはいえシールできちっと雰囲気出てる。で、こっちも同じ要領で貼ってあげれば完成と。というか、ライダー文字までめっちゃ細かいモールド入ってて、やばい。じゃ、同じ 内容の、まあ、ちょっとエンブレムとかは違いますが、ブレイズバージョンは、こっちはあれか、ワンダーライドブックが一冊か、ソードの剣先つける、こっちはめ込む、で、シール。これでもさ、ちょっと待って、やっぱり、あー、でも、気持ち大きいか、RKF の剣サイズと、 ほぼ同じなんだけどね。全長自体は。シール貼ってあげれば OK。で、これで完成と。あとはその全長14センチの、あ、確かにでかいな。3つのパーツに分かれてて、これは組み立ててからシール貼るタイプだな。でも14センチって言うとほんと食玩なりきりアイテムぐらいのでか長さ。これ400円とかのレベルでしょう。 ここの分割線の部分でちゃんとシールが繋がるように貼らないといけないね。お、完璧完璧。繋がってるから。はい、このように。でかいな。え、やばこれ食玩のさ、あでも、ほら、超でかいやつと比べても、このサイズっすよ。1割ぐらい小刀ぐらいで。めちゃで、めちゃでか。 ウルトラマンソフィーと、ほら、同じぐらいの前後。でもこっちエンブレムはあれか、メタリックになってて、すごいね。あ、でもこれ外せるし。ってことは今後、エスパーダのエンブレムが、ガシャポンでもエンブレムだけ出る可能性もあるな。裏側のレーンとかもよく再現されてる。はい、こっちも3枚シル貼ったら終わりで、スイングのワンダーライドブックは、 これは1ページだけ開く感じか。あ、違うストーリーページもあるから、え、2ページいけるのこうからの、開くああ、開くあーすげえデラックスじゃんガシャポンにもなかった、ほら、ストーリーページがあるんすよ。ガシャポン、食玩にもなかった。1回200円なのに、予算どうなってんだっていうぐらい。え、これ普通に1個300円クオリティでしょで、あれか。 ライダー文字が書いてあるこのページに、え、すごいな。で、ここが、引っ掛けになってるから、でもね、全体的に、硬い。表紙、1ページ目、2ページ目と、うーわぁうーわさすがにサイズ小型とはいえ、ブレイブドラゴン。めくると、ほら、ストーリーページに、硬いないから、なるのが、ほら、ミニ、デラックス感。 はい。ということで、全7種類ずらっと並べるところで、本当にセイバーブレイズダンって感じですが、200円のクオリティを今回も限界突破してますね。異常な出来。まずはソードライバーのセイバーバージョンから見ましょう。ミニミニもワンダレードブック取り外して、ほら、鞘に収まってる状態で、このクオリティっすよ。全体ぐるっと。 と、見回すと、こうで、で、レッカバットアクションもしっかりできて、中の聖剣ソードも塗装されてて、シルエット的にはデラックス版をそのまま小型にしたような感じで、ここ赤シール、エンブレムシールで表現で、グリップ部分はブラックで塗装と。で、こういうところまで全部モールド入ってるし、ライダー文字もバッチリ。で、裏側はクリップで止められるようになってて、ここ からミミニミニワンダーライドブックねこういう感じで開くことで変身ページが現れますのでカチとロックして引っ張れば取れますね。レッカバットで、自動展開はしませんので自分で展開させてはい、変身でセーバー変身状態も再現可能と。これいいっすね。で、この状態で 収納も OK だし、ここから、ピーターファンタジスターをセットして、これもよーく見ると一番右側に、スロットの場所書いてありますね。で、展開すると、左腕が出てきて、デラックスとほぼ同じような隙間があって、左腕が繋がるような感じですね。これでも、ライオン戦機ミニミニサイズを、これ3冊したら、 どうなるちゃんと、おーすごいそっか、開ききればいいんだ。斜めとかじゃなくって完全に開ききることで、右腕、真ん中、左腕の一枚絵が完成すると、ガシャポンでも、ミニミニサイズでも、これがいけるってわけですね。これで要はスキャン遊びとか、そういうことも全部いけます。 じゃあ、ブレイズの方も見ましょう。基本的なバックル側は同じものが使われてて、で、ここのソード側も同じなんだけど、シールが違ってエンブレムが専用のものに変わってますね。ここもメタリック塗装。先ほどのセイバーと比べると、 発光状態が違うって感じで、ここも同じようにカチッとロックすることができるし、引っ張って、取り外して、はい、ロックして、流れ、バット、連動、この連動展開はしませんので自分で展開させて、ライオン戦記で変身アクションを楽しむことができます。ちなみにこれが RKF のドライバー部分と、 見比べると全然サイズは違うんだけど、剣のサイズ自体がほとんど RKF と変わりませんので、ああでも持たせられないんだ。あでもギリギリ、グリ、もう思いっきり押し込んであげれば一応それっぽく持たせられますね。色が多いからすごいいい感じ。まあ本編だと RKF に付属してるやつみたいにもうちょっと剣先が細いんだけど、デラックス版をそのまま持ってる感半端ない。これならセイバーも 強引に握らせてそれっぽく武装することができます。やっぱちょっと剣先のむっちり感出ちゃいますね。本当はこれくらいスラッと細い感じですからね。でもそんなに悪くないかも。一応組み合わせて遊ぶこともオッケーって言っちゃっていいのかな。ただ今回の聖剣ソードのでかいやつ。 もはやガシャポンアイテムというか、触眼アイテム感半端ないけど、14センチやばいね。触眼の超でかいやつと、はい、見比べると、ほぼそんなサイズ変わんないんですよ。ただ、ここがシールなだけで、あとは全部塗装で表現ですから、ここメタリック、こっちブラックで。すごくない 肉抜きも全然ないし、これを入れるソードライバーはありませんが、食感の方に入れようと思っても幅が合いませんね。なのでほんと単体でこう自分で持って楽しむって感じだけど、ここのエンブレム部分が回転しなくてもいいのか。そのまま引っ張れば外れますので、これは今後追加アイテムがエンブレム部分だけ出てくるようなガシャポンの方でも、そんな感じな気がする。 とにかく大きいな。で、シールがちゃんとセイバー側とブレイズ側で変化してる感じで、この片側で水が流れてる感じ、流麗なデザインいいっすよね。エンブレムが違ってシールのカラーが変更されてるのみなのに、全然雰囲気変わってるような。ブレイズの方がちょっと剣先が細く見えるんだけど、もうそれも錯覚と。 で、これが、さっきの、ソードライバーの方についてるやつと比べると、こんな感じで、もちろんこっちには、はまりませんけど、すごいっすね。これよくできてるなじゃ、スイング行きましょう。これもね、まさかの、ストーリーページがあるっていう、ストーリーページプラス、返信ページがあるデラックスと同じページ数なんですよ。正直ページは1ページめくって終わりかと思った。で、これがデラックス版で、 見比べると、はい、裏側、さすがにリード部分塗装されておりませんが、スピーカーがあるような造形になっておりますし、これね、ほら、ストーリーページ。これをこうやって見比べると、ライダー文字も表紙の裏側に書いてありますよ。で、シールの絵柄そのまま小さくしたような感じで、下のボタンとかは造形されておりませんね。で、ページが、 硬いのもすごくデラックスっぽい。ここがね、1ページ目は、でも1ページ目もね、ロックされるんだよ。でも軽い、ここは。で、ここがスイングになってると。で、こっから2ページ目をめくろうと思うと、引っ掛けるとこが意外とないので、この辺かな。爪つ目を引っ掛けて、はい、展開すると、変身状態と。ここまで開きますね。実際の展開状態と、 こんな感じで、まあ黒が強くってシール絵がくっきりはっきりしてるのはデラックスなんだけど、これ、ちゃんとここまで作り込むのやばくないで、同じ要領で、要はライオン戦記も、ハ、は、イ、い、デラックスと見比べるとこうで、これもスイングのボールチェーンついてますし、1ページ目開くとストーリーページ、さらに2ページ目開くと、 ライオンセンセキーすごいね。ライオンセンキーのサウンドが聞こえてきそうなこの絵柄よ。で、これがスイングとしてティーホルダーとしてそのまま持ち歩けるっていうのがまたいい。さらにピーター・ファンタジスターかなりデラックスそのままの イメージですね。ここもちゃんと黒の成形色でヒンジ部分表現されてるもんな。で、1ページ目が、はい、ピーターパンとフック船長になってて、で、2ページ目が、左腕ですね。これをはめるドライバーがまた別で欲しい。もちろんサイズは全然合いませんので、触眼のやつでも、もうちょっと小さめですから、現状ないんだな。 ま、このように3冊並べるのもありだし2冊こう変身状態で展開してこのようにスイングで持ってドラゴンピーター状態ねドラゴンピーター状態にしながら持ち歩くもよしこっからドラゴンライオンピーターに するのもありですねちゃんとこのようにほら絵柄バッチリつながると最高これはすごいガシャポンアイテムが第1弾からめちゃ揃ってる感ありますいやコンプセット買ってよかったこの辺のね大きいソードもなかなかよくできておりますのでギアコレクション成番のやつ見かけたら是非回してみましょう 以上ガシャポーン仮面ライダーセーバーワンダーライトギアコレクション01の紹介でした。